はい、今日のさわらチャンネルは日産のルークスを紹介したいと思います。人気のボディカラーフローズンバニラパールです。では紹介したいと思います。車好きな方ぜひ見てください。はい、さわらチャンネルです。今日はこの新型日産ルークスを紹介したいと思います。では紹介します。ルークスのボディカラーは人気のフローズンバニラパールです。最近の車ほとんどについてますね。ドアロック連動、ドアミラーです。ただ日産車の場合はスイッチをオンにするまたはエンジン始動をしないとドアミラーが通常の位置に戻りません。そしてルークスの一番快適な装備と言っても過言でない、足を入れるとスライドドアが開くんです。両側ハンズフリーオートスライドドア、これオプションで66,000円です。センサーの位置が微妙なのでこれきちんと覚えるまで手間取るかもしれません。でも一度センサーの位置を覚えてしまうとすごく快適です。車内は最近多くなりましたね。明るい色ベージュのカラーです。プッシュスタートは左側についてます。エアコンは液晶ですね。高級感があります。こちらの装備も最近ついてるのが多くなりましたね。アラウンドビューモニター、ルームミラー、ナビ両方に移ります。そしてルークスなんとタイヤアングルガイドがついてます。メーター内に現在タイヤがどちらに向いているかを表示してくれます。発進の時にタイヤが右に向いてて右に車が行っちゃったとかびっくりした時ないですか？これすごく安全です。ではバックドアを開けたいと思います。バックドアのスイッチは、右寄りですね。車内やはり広いです。このボディカラーのフローズンバニラパールはベージュにも見えます。シルバーにも見えます。ゴールドにも見えます。シートカバーはオプションのチェック柄がついてます。テーブルもついてます。これオプションですね。快適 A パックです。なんとスライド幅は32センチです。これ結構重要ですからね。最近は車内もボディカラーも明るい色が人気となっております。ヘッドライトこれ H4 に見えるんですけども H19 という新しい規格のヘッドライトバルブが入ってます。はい、ではバックドアを開けた時ですねの寸法を紹介したいと思います。横幅が98センチですね。で高さが110センチでリアの高さは荷物乗せたりするところの高さですね、61センチです。やはり最近の軽自動車、本当ギリギリまで寸法を広げてますね。で、開口部横が65センチです。で、高さですね、これ実際の有効開口部を寸法を測っています。こちらが129、ステップまでの高さが40センチですね。実はルークスってピラーの位置が A ピラーが前に行ってるんで、65センチという驚異的な広さを作ることができました。実はなぜチャイルドシートが乗っているかというと、実は我が家で考えて購入したのがこのルークスでした。いや、軽自動車自体をいろいろ比較して我が家に合うのはルークスかなと思って購入しました。助手席のシートはこのように片手でリクライニングできます。軽自動車といえども充実した装備がたくさんあります。このようにセカンドシートを一番前にすると、すごく運転席の、ママですねと子供の距離がすごく近くなります。最近の軽自動車は正直ですごく考えて作られていると思います。では、荷物を載せる時などの後ろの寸法ですね。これが、セカンドシート一番後ろの席36ぐらいだったんですね。で、一番前にした時はいくつでしょう、66ですかね。これ片手で操作してリクライニングを倒したり前後にできるっていうのもすごく重要なポイントですね。荷物に合わせて乗せる時にシートアレンジできるってすごく便利です。このように片側だけ倒したりして使うことができます。で、シートカバーはチェックからですね。これ純正オプションです。こんだけスライドして前に出ることができます。これ重要ですね。これ快適パック A をつけると USB の充電ケーブルが挿すことができます。本当にね、一昔前のミニバンよりも広いんじゃないかっていうぐらいの車内の広さです。足を入れて、はい、そろそろ慣れてきました。センサーの位置が分かってきましたね。ハンズフリーオートスライドドア、すごく便利です。では、運転席に座ってセカンドシート、リアシートの子供との距離はどのぐらいかと言いますと、これが結構近いんですね。やはり他メーカーだと助手席のシートが後ろに行くっていうのを売りにしているメーカーさんもありますけども、やはりセカンドシート、子供が乗るシートが前に来るっていうことが結構重要かなと思います。はい、ルークスではそうですね、このハンズフリーオートスライドドアとシーリングファン、ロールサンシェード、撥水加工シート、テーブルですね、ピクニックテーブルで、これが快適パック A33000 オートスライドドア66000円がおすすめです。やはり子供のために車を考えたい方、サワラ自動車にお気軽にご相談ください。サワラチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。サワラチャンネル登録よろしくね。バイバイ。